門で走行中の方にお知らせします。セロキロポスト付近の丸のインターを先頭に1キロほど交通集中のため渋滞しています。引き続き関越道を新潟方面へ走行中の方にお知らせします。63キロポスト付近の読みパーキングエリアを先頭に48キロポスト付近の南山小川インターまで10キロほど交通集中のため渋滞しています。